はい、サイ。はい、こんにちは、ゆいちょうです。ついに来ましたよ、絵柄を変えるために。沖縄です、沖縄。それで、世田谷ベースを見ていただいて、あとインスタ、YouTube を見ていただいて、こうファンの方が、世田谷ベースファンが僕のためにもなんか送ってくれたので、それを沖縄まで持ってきました。ごく一部ですけども持ってきたんで、それを紹介しようかなと。それでこの紹介した人は、グランプリに輝いた人は、影さん、これ一応これ僕が描いた、うん、イーストライトか風の黒です。これをプレゼントします、グランプリの人。数々来てます。なんか全部紹介しきれないかな。ただ一応ね、記念品に今日持ってきた方はなんか送りますんで。飛行機でこれいろいろ持ち込んだんでね、ダメだった作品もあるんですよね。これこれ、ありがとうございます。ジッポのオイル缶、オイル缶ですね。募集です。いきますよ、バンバン。シール作りました、ありがとうございます。 BMW 貼らさせてもらいます。はい、はい、ありがとうございます。恐竜いただきました。ただね、この恐竜を送ってくれた方、なんだ、なんか書いてあるんだけど、こういうね、まあ僕が今リペアクローの T シャツだったりバッグをいろいろ作ってるんだけど、この方もデザインしてくれました。嬉しいですけど、できればこの恐竜を送らないで、この T シャツを送ってほしい。でもかっこいいです。かっこいい ね、かっこいいですよね。はい、ありがとうございます。この T シャツ期待してます。いつも YouTube、Instagram を楽しんでますと。線抜き缶切りの銃型、これは募集されました、空港で。あ、これアンダーリペアクローのハブミラーを作りましたと。持ってきましたよ、これ。東京から沖縄にね、これね、割れないように一応僕も頑張りました。これできる限り綺麗にね、ほら手込んでますよね。一応一応というかね、開けた瞬間嬉しいなと思いました、本当に。これで、これなんでしょう、なんかこれ溶かして、シリコン溶かして、こういう、こういうのなんて言うんですか、こういうなんかゴム印みたいな。じゃあなんかこう封筒とかにペタって割れちゃいましたけど、すいません。割ったらダメじゃん。割れちゃったらダメなんだけど、その分なんかシリコンものがあるんで僕も作れます。すいません、割れちゃった、興奮して喋ったら。失礼しました。これも重たかったな。これ本当にこれ8本あったんですよ、ワンケース。ただ来る途中に重たかったんで、仲良くなった人たちに1本ずつあげて2本になりました。ただこれ紹介したいなと。ほら、5月にね、ユニティで専務を見かけたのでって、総務です。あとはね、空港でギリ持ってくれたのはこれ。ハイサイ持ってきたよ、富士山の空気。これ中行って、本当はね、僕ちょっと最近仲良くなったジョーさんにこれ富士山の空気を嗅がしたかったんだけど、ちょっとジョーさん今来たかもしんないよ。いかついエクスペンダブルみたいなのね、いるんで、この人捕まえられる。来たよ、来た。あ、ジョーさん、今日ありがとうございました、いろいろ楽しかった。楽しかった、ありがとうございました。ここのね、ズミカフェのもうオーナーですよね。見て、ぱっと見怖いでしょ。だからこういう怖い方と仲良くなって正解だなと。それで、この富士山の空気、はい、これ沖縄をちょっと振ってもらいたいなと、はい、ちょっと2人で釣ってみていいですか。いきますよ、空気だとパッとなくなっちゃうんですよ。あ、富士山匂いね。富士山すごい。本当に匂ってんのかよ。ありがとうございます。ありがとうございます。やりましたよ。それでナンバーワン、なんかいろいろもらってるな。ナンバーワンの人は誰かみたいな、それをじゃあのりこさんに決めてもらおう。僕が決めるのはもうあれなんで、
本ジュース。これにしましょう。じゃあミラーに。